福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第2戦です。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、日本シリーズ独特の緊張感の中でプレーするというのは一体どんな感じなんですか？いや、これはね、楽しみもありますけども、やっぱり不安もありますからね、まあ、その辺との戦いですよね。選手たちがその気持ちをどう整理していくか見どころです。まずはホークスの先発バンデンハークがヤフオクドームのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今ゲームが始まりました。感じです。危ない球です。さて、バッターの太田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、ホームランを打ったかと思えば今度は盗塁、才能に恵まれたバッターですね。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている立岡。バンデンハーク、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上バンデンハーク、そしてキャッチャーは栗原。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。引っ張った、これはどう。一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。打順は3番坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。1球目ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。まあ、スローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。なるほど、そうですね。インコース変化球決まりません。さあ、勝負ですね。ゾーンギリギリに打ちました。ライトが取りました。ツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは4番松田。ツーアウトになっています。これが初球。走ってきませんね。走りませんね。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点には至りませんでした。西さん、こういった短期決戦で序盤に大事なこととは何でしょうか？まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか？
ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の高木。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球大きく外れています。これが2球目、落ちる球できました。ボール先行です。3球目は何で来るか。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば先制、ボールになります。空振り、低めいっぱいのコース、3ボール2ストライク、フルカウントになっています。流しました。これは三遊間抜ける、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターは今宮。まあバントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。なるほど、そうですか。バントしました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁となりました。さあホークス先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。初球ボール球です。バッターボックスの柳田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが基本的には初球から積極的にいくタイプで、ホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。そうですか。見送ってボール、ストライク入りません。まあここは歩かせてくる、外れてフォアボール。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。チャンスを広げてくれましたね。まあ次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかる中村がバッターボックスです。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。際どい球、わずかに外れています。インコースに切れ込む変化球、すがというところですよね。いきなりのタイムリーヒット、初回から先制点が入りました。さあそしてバッターボックスには市川が入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。まずは見送ります。ワンボール、
まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあ、ここは球種コースを絞って狙っていくカウントですね。なるほど、そうですか。低めは外れました。次が5球目、際どいがあっとフォアボールです。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。貴重なランナーが出ました。チャンスが広がります。まあ、ここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。いい当たり、スタンドファウルボール。打ち損じてしまいましたね。そうですね。これが3球目。犠牲フライを狙う場面では今のような変化球を狙ってくるバッターもいますね。ああそうですか。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。ああなるほど。ランナー返すことができませんでした。追加点のチャンスではありますが三振でツーアウトになりました。さあそして打席にはリーリアス入ります。さあツーアウトながらなおも満塁の場面。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。もう1球アウトローへ、ボール先行をしっかり狙っていきたい。低めの変化球空振り。チーム全体が乗ってきますからね。初回から確実に攻めていきます。打順は8番栗原、ホークこの回3点を入れています。さあ先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。まずは変化球から入りました。引っ張った、この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。セカンドランナーホームイン。ホークス1点追加します。4対0、ホークスなおも三塁二塁のチャンスです。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。さあそしてバッターボックスには渋川入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ホークス先に点を取りました。1回終わって4対0、ホークス先制です。2回表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは5番フォールコン。ホークスリードで迎える2回です。
小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。打線がいいスタートを切りましたから、こっちもいいピッチングしたいですよね。そうですね。さあ、ここからの投球に期待したい。次が2球目。ノーボール、ツーストライク。外してくるのか。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには6番岡本。バンデンハーク、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール。2球目は何で来るか。インコース弾き返した。これはショートライナー。バッターは7番に入っている長野。ツーアウトになっています。さあ初球は何か。引っ張った。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0ソフトバンクホークスがリードしています。2回の裏、ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。バッターは中村。先ほどの打席でヒットを放っています。ホークスリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。初球は何で来るか。空振りです。得意のボールでストライクを取りました。低め、これは決まった。あっという間にツーストライクです。変化球空振り。ツーアウトになっています。バッターボックス柳田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。初球大きく外れています。これが2球目。低めの変化球。さあ3球目は何か。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には中村が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。
ファウルになります。入れました、ファウルボール。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。広げるチャンスです。最初から際どいコースを狙ってきました。大きく外れました。変化球を見極めます。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。これは手が出ないか。ストライクを取ります。これは低めストライク。ワンボールツーストライクです。ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ホークス2点を追加しています。2回終わって6対0。ソフトバンクホークスのリード広がっています。小宮山さん、序盤にこれだけのリードをもらえるとピッチャーとしては非常に楽に伸び伸び投げられるんじゃないでしょうか。そうですね、もうおっしゃる通りで、もう本当に気持ちよく投げる感じですよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。インコース決まってストライク。高めに決まりました。ワンボールツーストライクです。次が4球目。低め外れました。打ちました。打球はライトへ。この打球はフライになっています。
バッターは注目のルーキー松也。まずはワンアウトを取っています。空振り。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、そうですか。外外れてボール。ここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。はい。インコース外れてボール。フルカウントです。さあこれで決まるのか。ファウルになります。3ボール2ストライク。フルカウントです。これもファウル。今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。またファウル。ここもファウルです。打ちました。ファーストが前に来る。見逃し三振。これで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター太田。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目アウトコースボール。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあどう来るか。次が3球目ストレート。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。打ちました。痛烈。三遊間抜ける。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス立岡。まあ、前の打席はストレート打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。これが1球目。初球ボール。改めてお聞きします。この立岡どういうバッターなんでしょうか。まあ、単打が多いですが当たり出したら止まらないバッターですね。ああそうですか。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。これはセカンドライナー。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。6対0。ホークス大量リードしています。これから3回の裏ホークスの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。クモンが2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね。今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね。この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。最初は変化球できました。
打ちました。これはセカンドライナー。バッターは今日 DH に入っている渋川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。クモン、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り。ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って中村。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール。次が2球目、打ちました。フォールコン。セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。3回終わって6対0、ホークス大量リードしています。4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホークス大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。なるほど。さあ、ここからどう抑えていくかも注目です。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボール、ツーストライクです。ストレート外れました。これが4球目。目の際どいところですが外れています。さあ、仕留められるか。打ちました。高く上がった。サード取った。素晴らしいプレーが出ました。いい動きでした。西さん、いかがですか？まあ、これね、日頃からのね、練習の姿勢がね、集約されたプレーですよ。打順は4番松田。まずはワンアウトを取っています。打ちました。高いバウンド。セカンドゴロ。取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は5番フォールコ。ツーアウトランナーありません。初球ボール。2球目は何で来るか。低め外れました。ボール先行です。ストレートを持ってきました。148キロ。打ちました。ショートの左抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。
バッターは6番岡本。まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。初球から力いっぱい投げ込んできます。これが2球目、アウトコース、これは見送ってボールです。3球目は何で来るか、インコースはどうか、ワンボールツーストライクです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。6対0ホークス大量リードしています。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。打順は2番今宮。ホークス攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。高めストライクになります。打ちました。フォールコン。アウト、ワンアウト。バッターは3番柳田。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。クモン、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した高木。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。初球ボール。変化球タイミング合いません。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは4番中村。今日はここまでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。これが初球、初球打ち、ヒットになった。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには5番内川。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か、初球ボール、インサイド落ちました、入れました、ファウルボールです。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。4回終わって6対0ホークス大量リードしています。小宮山さん、
野手の援護もあってここまで伸び伸びとしたピッチャーは投球が続いてますね。そうですね、できれば1イニングでも長く投げてもらいたいというふうにベンチは思ってると思いますね。そうですか、どこまでこのピッチャー引っ張るんでしょうか。打ちました、これはどう、センターに抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは今日 DH に入っている村田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず打ちをついてきました。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁、打順は9番松屋。まあ点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。いいコースですが外れています。さあ2球目は何か、インサイド落ちました、入れました、ファールボール、これもファウル。さあ4球目は何か、空振り、ここはランナーを変えさせません。打順は1番に帰ります、バッター太田。まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか、まず大きく外れてボールになりました。緩いボール、しっかりと見極めました。さあ3球目は何か、膝元へのシンカーはボールになります。ボールが3つになります。次が4球目、際どいが、あっとフォアボールです。これでワンアウト満塁、悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。まずは変化球、2球目、狙いは良かったと思いますね、はい、次が3球目、あーボールですか、はい、4球目は何で来るか、打ち上げました、高い打球取ってアウト。打順は3番坂本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。まずは変化球から入りました。もう1球低め、この満塁のピンチ切り抜けることができるか。いいコースだったんですけどね、はい、ストレート打った、ショートが抑えた、2塁へ送球、2塁アウト、これで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。6対0、ホークス大量リードしています。
から5回の裏ホークスの攻撃。打席には6番バッターロペス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ホークス攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。初球ボール、外の変化球、空振りです。速いボール、膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番ディーリアス。クモ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。切りました、ファールボールです。低めの変化球は決まりません。3球目は何で来るか。今のはよく見ましたね。はい、これが4球目。アウトコース空振り、ツーボールツーストライクです。行きましたが三振、ツーアウトになりました。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。ある程度バッターも予測してたと思いますが、いいピッチングされましたね。バッターボックスは8番栗原。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、バッターよく見ましたよね。ボール先行です。打ちに決まりました。さあ4球目は何か。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。引っ張った、ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回ホークス三者凡退です。5回終わって6対0、ホークス大量リードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏、先制のチャンス、4番中村、センターへ運ぶタイムリー、ホークス先制します。さらに続きます。2アウトフルベース、7番ディーリアス、センターへ運ぶタイムリー、ホークス2点を追加します。続く
攻撃。ツーアウト一塁二塁のチャンス、8番バッター栗原、ライトへのタイムリーヒット、ホークス1点を追加します。5回の表ピンチの場面だったんですが、ここはしのぎます。ホークスピンチを脱します。裏の攻撃、連続三振、思うように攻撃できません。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。日本シリーズ第2戦は6回の表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスには4番松田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて6回を迎えています。最初は空振りになりました。ファウルになります。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。三振です。ワンアウトです。5番バッターフォールコ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球甘いコース、バットが出ませんでした。低めは外れました。内への変化球は決まりません。そのまま入ってアウト。打順は6番岡本、ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。低め見送っています。高めの球ストライクになります。ワンボールツーストライクです。次が4球目、ファウルになります。今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。打ちました。おっと、これを掴んだ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6対0、ホークス大量リードしています。6回の裏ホークスの攻撃、バッターボックスは9番渋川、先ほどの打席でヒットを放っています。ホークス攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。
初球空振りです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。なかなかタイミング合いません。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って中村。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。クモン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず何を投げてくるか。初球ボール、目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには2番今宮。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ボール、低めの球ストライク。入れました、ファールボール。ボールになります。またファウル。打った、ヒットになった。2アウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、2アウトランナー1塁。打席には3番バッター柳田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日は先発全員にヒットが出ています。いや、兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。6回終わって6対0、ホークス大量リードしています。小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあ、そうですね、非常にいい感じで投げれてますから、まあ、最後までという感じになってますかね今。そのベンチの期待にぜひ応えたいピッチャーです。インサイド決まっています。変化球外れました。
へ決まります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました。飛びついて掴んだ。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いい動きでした。西さんいかがですか。まあ、これね、日頃からのね、練習の姿勢がね、集約されたプレーですよ。8番バッター村田、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方に注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。これが2球目。低め外れました。ボールになります。レフト前ヒットになります。二塁セーフ。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配ですね。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。バッターボックスには代打の中井。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。さあまず1球目、まずは簡単にストライクが来ました。この辺りはどうか。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。1点返しました。ジャイアンツ鮮やかなタイムリーヒット。6対1になりました。ホークスその差は5点になりました。打順は1番に帰ります。バッター太田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ピッチャーちょっとどうでしょう。疲れも見え始めたようです。小宮山さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。ここはストライクゾーンのボールが打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。これが3球目。あっと取れない。バッテリーエラー。ボールを拾って、いやーヒヤッとしましたね。はい、ちょっと点差は開いてますけど集中は切らさないようにしたいですね。ですよね。5球目は何で来るか。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。ホークス痛い一発を浴びています。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ホークス点差を詰められます。6対3。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。これで3点差に変わっています。バッターは2番、立岡。ホークス追い上げられています。小宮山さん、ここは締めていきたいですね。まあ点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。初球ボール。
変化球入りません。ボール先行です。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。ストライクが入りません。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。ホークス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の二保。さあマウンドを任されたのは二保。初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはバッター球種を絞って引っ張った。ヒットになった。ホークスピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあホークス得点圏にランナーを背負います。一発があるバッターなんで気をつけないと一気に同点もあり得るかもしれませんね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのが大事ですね。ここはゲッツーを取るようなピッチング。変化球打った。サード正面取った。二塁アウト。一塁はセーフ。際どいがゲッツーは免れました。バッターボックスは5番フォールコ。ホークスこの回3点を返されています。さあリードを3点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。これが1球目。打ち上げた。高く上がった。ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。反撃はここまで。しかしこの回ジャイアンツの点差を縮めていきます。6対3、ジャイアンツが追い上げを見せています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。7回の裏ホークスの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。田原がマウンド上に上がっています。いやもちろんですね、こういう時こそね、会の外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。これが初球。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。内へのボール球空振りです。いいコースに決まりましたね。はい、ワンボールツーストライクと追い込みました。ワンアウトです。バッターボックス内川、まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。次が2球目。低め落ちるボール決まりました。このボール2ストライクです。
打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。バッターボックスには6番ロペス。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ストライクです。2球目は何で来るか。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。4球目は何で来るか。大きく外しています。5球目。打ちました。これはどうか。ヒットになった。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。打席には7番バッターディーリアス。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。初球はボールになりました。ライダーできました。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。引っ張った。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。初球から思い切って振ってきました。栗原。これが2球目。外角高めへのストライク。すぐに追い込みました。この球は、外れました。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。7回終わって6対3、ソフトバンクホークスがリードしています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。五十嵐が3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドに上がったのは五十嵐。最初はストレートから来ました。高めちょっと外れたか。さあ3球目は何か。高め空振り。ワンボールツーストライク。
インコースボール。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい。スリーボールツーストライク。次が6球目。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は7番長野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそう。打った。高く上がった。この当たりはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあホークス、この攻撃を防いでいけるか。彼は一発がありますから配球には十分注意した方がいいですよね。うん、そうですよね。まあ、そして今日当たってるバッターなんでしっかりと警戒していくべきでしょうね。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああ、やはりそうですか。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ジャストミート。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点返しました。6対4になりました。ホークスなおも三塁一塁のピンチ。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。これで2点差に迫られました。バッターボックスには9番小林。ホークスこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。まずはボールから入りました。できれば三振を取りたいですね。ここはそうですね。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。これが4球目。ファウルです。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレート。空振り。ここはランナーを返させません。外へ逃げていくボールで狙い通りの空振り三振。さあ、そしてバッターボックスには太田が入っています。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。ここはできればセカンド。ボールは中継。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ1点返しました。6対5になりました。ホークスさらに2塁1塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ、ここはね、気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあ、そこに集中することですね。ここで1点差まで。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。セカンドランナーは亀井。ヒットでランナーが帰れば同点です。さあそして打席には立岡が入ります。怖いバッターが続きますね。さあなおもピンチの場面。まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。
外のボール打った、ワンバウンドヒットになった、同点のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ同点6対6、ホークスさらに三塁一塁のピンチが続きます。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど、中盤でついに追いつかれてしまいました。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ピンチは続いています。ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってきますから、なんとかこのまま持ちこたえたいですね。なるほど、そうですね。ここは三振が取る、インサイド打った、サード取った、これはどうだ、ホームタッチはアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。非常にいいプレーが出ました。ここは堅守で勝ち越しを許しません。本当守備でね、見せてくれましたよね。4番バッター松田、ホークスこの回3点を失っています。さあ、ついに同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。初球ボール、落として、これは当たりません。低めの変化球を見極めにいったところですが、これはストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。一二塁間抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、ホームに送球する、ライト前ヒット、ホークスさらにピンチになりました。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ、そして打席にはフォールコン入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、ピンチは続き、満塁という場面。こういった終盤での粘りが大切になってきますから、強気のピッチングで乗り切ってほしいですね。なるほど、そうですよね。まず際どいコースをついてきました。きっちりと見極めました。インコース低めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。強い当たり、ショート取った、そのまま入って二塁アウト、これでスリーアウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかし、この回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。6対6、ジャイアンツ同点に追いつきました。8回の裏、ホークスは代打を送ります。バッターボックスには代打の拓也。ザニさん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。
いや素晴らしい球ですよね、はい、あっという間に2ストライクです。ボールになります。見逃して三振です。ワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している長谷川、田原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。インコースボール、インコースボール、三振になります。ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打席には2番バッター今宮、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、サードうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス三者凡退です。8回終わって6対6同点です。これから9回ジャイアンツの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。森が4番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。西さん、ここまでは手に汗握る展開となってきてますね。いや本当ですね。試合を見てる方は楽しいんですけどもね、やってる方はねもう気が気じゃないですよ。本当にそうですよね。インコースストライク、スピードボールを持っています。さあ2球目は何か、スライダー外れます。次が3球目、体に近いところ、際どいコース外れました。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか、右方向落ちた、ヒットになる、ライト前ヒット、先頭バッターが出てしまった。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには7番長野、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントの構えでバッテリーを警戒させます。
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。3球目は何で来るか。3球目見送っています。ボール。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。バントしました。三塁方向、ピッチャーが抑えた。一塁アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには亀井が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、1打勝ち越しという場面。ここで勝ち越されてしまうと苦しくなってきますから、ここは1球も気を抜かないでほしいですね。なるほど、そうですね。初球打っていった。セカンド取った。バット1塁へ。1塁アウト。ツーアウトランナー3塁と変わります。さあそして打席には小林が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど、そうですよね。まずは見送ります。ワンボール。次が2球目。インサイド打った。セカンド正面掴んだ。一塁アウト。これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。6対6、同点です。9回の裏、ホークスの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。メンドーサがマウンド上に上がっています。この同点の場面で登板ということになりました。西さん、さあ1点入ればさようならです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね、誰がお立ち台に立つか楽しみですね。そのさようならに向けて戦っています。インサイド見送っています。156キロがいきなり出ました。さてバッターボックスの柳田、どういったタイプのバッターでしょうか。ライトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。ライト前ヒット。サヨナラのランナーが出ていきます。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー。バッターボックスには明石、そして一塁ランナーは柳田。まあ彼がランナーなんで、ここは走っても面白いんじゃないですかね。どう動いてくるでしょうか。走ってきた。キャッチャー送球して二塁タッチアウト。盗塁失敗。俊足のランナーでしたが、素晴らしい送球が来ました。スタンドファウルボール。膝元をつきましたが外れました。ツーアウトになっています。今日は守備で交代してそのまま出場している江川。ツーアウトランナーありません。これはすっぽ抜けました。2球目は何で来るか。2球目も見送っています。
これが3球目。バッター見送りました。さあ勝負してくるのか。ボールになります。ファウルボールです。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール。サヨナラのランナーがツーアウトから出ました。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。今日は守備で交代してそのまま出場している中田。フォアボールのランナーが出ています。最初は変化球できました。ボールになります。いいボールですね。ここは150キロを超えてきます。ストライク、ワンボールツーストライクです。ファウルです。ちょっと振り遅れましたね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。9回終わって6対6同点です。での登板となりました。ホークスの守護神草津、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドを任されたのは草津。小宮山さん、ここ同点での登板どのようにご覧になってますか。まあ、そうですね、どうしても今日のゲームを取りたいということなんでしょうね。ともかくここはしっかりゼロで抑えてもらいたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。初球空振りです。ボール決まりました。ノーボールツーストライクです。ファールボールです。この低いボールは外れます。ここはストライクゾーンをかすめるようなボールが理想ですね。なるほど、そうですか。ファウルボール、ファウルです。次の球もストレートはありですね。なるほど、さあどう来るか。センターへ、ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット、先頭バッターを出してしまいました。ここはうまく打ち返されてしまいました。2番バッター立岡、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。
ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。三遊間抜けていった。レフト前ヒット。ホークスピンチになりました。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには3番坂本。ホークス連続安打でランナーを背負っています。立ち上がりを攻められてますんで、ここから改めて集中してほしいですね。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。初球は空振りです。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。この球は外れました。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど。そういうピッチングができるかどうか。平行カウント、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには松田が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど。そうですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。これで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。外れます。インサイド打った。ショートが抑えた。二塁送球、二塁際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ホークスとしては何としても抑えたい場面です。そして打席にはフォールコ入ります。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど。そうですよね。初球から打って抜けていった。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。ジャイアンツ勝ち越し。7対6。ホークスなおも2塁1塁のピンチ。警戒はしていた相手なんですが、この場面で勝ち越し打を浴びてしまいました。そうですね。こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。ここで離されたくはないですね。さあこの場面で打席には6番の岡本が入っています。まず何を投げてくるか。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。
め大きく外れました。インコースの変化球を見ています。さあ4球目は何か。この打球はファールグラウンドへ。ファールボールです。しっかり捉えた。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球。レフト前ヒット。ホークスさらにピンチになりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。ホークスこの回1点を失っています。さあついに勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。さあここはしっかり抑えておきたいところ。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。これが2球目。センターへ上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。7対6、ジャイアンツが1点リードと変わっています。ホークス最後の攻撃になります。そしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあマウンドに上がったのは澤村。さあ兄さん、やはり上がってきましたね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ注目の打席です。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。今のよく見ましたね。ボール先行です。アウトコース空振り。154キロ。高めに大きく外れています。外れてフォアボール。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。初球は何から入ってくるか。送ってきた。あっと取ってアウト。送れません。ワンアウトランナー一塁となりました。この打球はフライになっています。ファーストフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。今日は守備で交代してそのまま出場している長谷川。ツーアウトになっています。初球ストライクを取りました。156キロがいきなり出ました。さあ2球目は何か。ショート、最後はライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。これで対戦成績を1勝1敗としました。小宮山さん、残念ながら黒星を喫してしまいました。まあ、そうですね、ホームで負けましたんでね、ちょっと選手たちもねがっかりしてるでしょうね。そうですね、
切り替えてほしいと思います。バッタージャイアンツ接戦をものにしました。一方のホークスですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように日本シリーズ第2戦はホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございます。